愛のリンクス。創作彼女の恋愛公式。はい、どうも、トスクチュードレンのつくもです。ということで、創作彼女の恋愛公式体験版実況プレイパート15ですかね、続きからやっていきたいと思います。将来の夢はクリエイターとして生きること。だから創作以外の勉強はこなさなくてもいい。そんな夢物語は学生に許されるわけはない。なぜなら学生の本分は勉強なのだから。というわけで、今日は期末テストのためにみんなで勉強会を開きたいと思います。ちょっと待ってくださいね。一回ちょっとツッコミ入っていいですか。なんで浴衣すごっ。浴衣ってなんかお嬢様感めちゃくちゃ出てますよね。おお、パチパチパチ。どうして私がテスト勉強だなんて。期末テスト1週間前の土曜日、俺を含めたいつもの4人は勉強会を開くために俺の部屋に集まっていた。どちらかというとシオンのために開かれているようなものなんだけどね。まあ中間テストがあの成績だとね。頭悪いんですかね。赤点は回避しているのだから良いではないですか。赤点ギリギリなのがまずいってことだろ。学年が進むたびにテストは難しくなっていくのに、初めから赤点ギリギリとかお先真っ暗だぞ。そういうあなた方はどうなんですか。私にそこまでの言葉を投げる余裕があるということなんでしょう。はい、じゃあトシキから順に平均点を言っておこうか。俺は75点。私は88点。そして僕が92点だ。シオンは、ほら、シオンは32点ですわ。いや、それはやばい。見事にダメダメだった。本当に小説一筋って感じなんですかね。両家のお嬢様ということから勉強もできるイメージがあるのだが、現実は違うようである。物書きに一般教養なんていりませんわ。因数分解や二次方程式なんて将来絶対使いませんもの。勉強してて絶対思うやつじゃないですか、みんなが一度は。あなた方は一体どんな理由で勉学に励むというのですか。それを聞いて納得できるものがあれば、私も勉強することはやぶさかではありません。私は自分の知らないことを覚えていくのが楽しいからかな。僕の場合は将来の選択肢を多く持っておきたいからかな。家から放逐されて一人で暮らしていかなくちゃいけなくなった時、学歴は武器になり得るからね。俺は勉強っていうのは子供のうちに忍耐力をつけるものの、つけるためのものだと思ってる。だって勉強が好きなやつってのは早々にいない。俺だってしたくて、しなくていいのならしたくない。だけど子供は勉強しなければいけない。それは社会的には同調圧力の賜物で義務感が強いものだ。だからその苦痛なことをして将来自分に降りかかるであろう理不尽さに耐えられるだけの忍耐力をつけさせるためだと。あ、俺はそう思ってる。だからこうやって好きでもない勉強を平均点ぐらいは取れるように頑張ってる。なんていうか、トシ君らしい答えだね。その答えは嫌いじゃないよ。確かに大人になったら社会の理不尽さに嫌でも直面するだろうしね。なんというか、納得はできましたわ。お、やる気になったのか。やる気は出ませんわ。でも勉強する理由は見つかりましたから。それから全員で得意教科をシオンに教えつつ、自分たちはテスト範囲の復習をした。シオンも勉強は嫌だと言いつつも真面目にこなすあたり普段からやらないだけなのだろう。もうダメですわ。数字と記号の羅列が頭の中を自由自在に飛び回っていますわ。そう言って机に突っ伏すシオン。普段の品性のある佇まいは消え、疲れ果てた脳を休ませることに特化した体勢となっていた。お疲れ様、頑張ったねシオン。これからテスト本番まで勉強すればきっと前回よりはいい点数を取れるんじゃないかな。未来の自分にエールを送りますわ。だいぶお疲れのようだな。ここまで勉強に集中したのは
いつ以来なんだろうね。そんなにしてこなかったのかよ。集中するのは執筆の時だけで十分ですもの。今更なんだけど、どうしてシオンは着物なんだ。今更すぎませんか。初めて見た時は驚いて突っ込もうとしたのだが、アイサやユーマは特に気にせず接していたことから質問する機会がなかったのである。指導家の女は私用で外出する時は着物だと家訓で決められているからですわ。わあ、なるほど。そうなの。うん、家の決まりなんだ。何やら昔から指導家の女性は使用の際に着物以外を着ていくと良くないことが起きるらしくてね。それを防ぐためにもこうして決まりを守っているのですわ。そういうものなんだ。なんですか、ジロジロ見てきて。いや、シオンには似合ってるなって、それだけ。おいおい、兄の前で妹を口説かないでくれよ。いや、俺はそんなつもりじゃ。そうです、どうして私が鏡俊樹に口説かれなきゃいけないのですか。あと誰が兄ですか。私が姉です。そういえば期末テストが終わったら夏休みだけど、みんなの予定は。僕とシオンは家族で毎年海外旅行に行くんだ。今年はドイツだっけ。ええ、その予定だとお母様から聞いていますわ。このブルジョア兄弟め。私は特に予定ないかな。小説の件もあるし、家に引きこもって執筆してるかも。俺も特に予定はないな。だらけた生活を送らないようには気をつけないと。トシ君は彼女さんと予定があるんじゃないの。はい、今なんと。へえ。ちょ、アイサ、それは別に誰と付き合っているかまでは言わないから。彼女がいるってことは話しちゃダメって聞いてないしね。ならどうしてそんなにニヤニヤしてるんだよ。いつの間に。そういえば一月前から気持ち悪い笑みを浮かべていたことが多くありましたものね。あれってそういうことだったのか。てっきり好きな二次元キャラでも見つかって夢中になっていたのかと。違います、ちゃんと三次元で存在する女の子です。問題は利害関係の一致だけで、彼女の方は俺に好意なんて一切ないんだけど、俺の方はどうなんだろうか。月見キリナのファン活動は休止中といったところだ。以前のようにラジオや雑誌のインタビューを読み漁ったりはしていない。それでも彼女のことは嫌いになれない。むしろ嫌いどころか未だに。一体どんな方なんですの。月見坂さんに似た容姿の方ですか。僕の予想だと同じクラスの誰かだろうね。きっとトシキの隠れファンがいたんじゃないかな。ここで二人が彼女が月見坂さんだと言わないのが、何よりも俺と彼女の天秤の重さを嫌でも思い知らされる。前は教えてくれなかったけど、一体月見坂さんはどういった理由で俺を彼氏役として抜粋したのだ、したんだろうか。誰が相手かは秘密だ。同じ学年だってことは伝えておこう。アイサさんは知っているのですか。偶然ね。でも相手の子から秘密にしてほしいって頼まれたから教えられないかな。どうやら込み入った事情があるみたいだね。そりゃもう特大の事情がありますよ。少なくとも世間にバレたらスキャンダルになるぐらいだな。ああ、そうか。でも良かったのかい。何が。いや、君が気にしないのならいいんだ、忘れてくれ。ともかくテストが終わったら夏休みだから、みんな頑張っていこう。そうです。そして期末テストの結果はというと、ユーマ、アイサは中間テストと同様の高得点。俺はというと相変わらず平均点よりちょっと上ぐらい。シオンは平均点に届かなかったものの、中間テストよりは高い点数を出したらしい。らしいというのは恥ずかしいとのことで点数を見せてくれなかったためである。夏休みに入った。夏休みの間はたまったアニメやゲームの消化に当てようかと思ったものの、課題の量多すぎるだろう。数学や現代文などの一般教養の課題は多くはないものの、ノベル化の課題は予想のはるか上を行く量だった。そのため夏休みに入ってからというものの、午前中は必ず課題をこなす時間に当てていた。プロットだけとはいえ10作も書いてこいって。
姫ちゃんからは執筆が無理ならばプロットだけでいい、ただしその分他の生徒の2倍書いてこいと告げられたためだ。やばい、設定がこんがらがってきた。これは現実世界の話で SF 要素はなくて、それでも決していくとは思わない。なぜならこうして物語を考えてそのあらすじを書くことはできるのだから。何もできなかった以前とは比べようにならないぐらいのシンプル。執筆ができるようになった時のために少しでも努力して力を貯めておこう。ユーマやシオン、そしてアイサに負けないように、いつかカラーレスすら追い越せるように。3日分はやったな。夜まで課題に集中していたせいか脳が疲れを訴えていた。夕食を食べた、後のこともあってか睡魔が忍び寄ってきているのを感じる。食器洗いをしながら今日から2日ほど家を空ける家主のことを思う。ちなみさんも大丈夫だろうか。仕事で地方に飛んでいるらしい。どうやら前から探していた気候本が見つかったらしく、慌てて現地へと向かったと電話越しに教えてもらった。ちなみさんは書店を経営する傍ら、気候本を集めるコレクターでもあった。俺には、価値がわからなかったが、どうやら相当な本らしい、本好きらしい。そうでなければ書店の経営なんてしてないよな。その時だった。よっ、急に、雨足が強くなり雷が鳴り響いた。雨がガラスを叩く音が部屋の中でさえもはっきりとわかる。雷落ちないといいな。しかし悪い予感は当たるというもので、わっ、洗い物を終えて部屋に戻った途端、雷の轟音とともに電気がぷつりと消えた。どうやら停電らしい。スマホの画面の明かりを頼りに1階へ降りる。そういえば夢見ちゃんって大丈夫なんだろうか。窓から近所の様子を伺うも、やはり明かりはついていない。そうなると、土蔵の方も停電しているはず。外は豪雨、このまま放っておくわけにはいかない。傘を持って玄関から出ようとした時だ。お、玄関の扉が開き、勢いよく人影が飛び込んできた。そのまま俺に抱きつくようにして離れる。見ると体が小刻みに震えており、恐怖によって体が包まれているようだ。大丈夫？夢見ちゃん。とりあえず中に入る。そのまま離れようとしない夢見ちゃんをリビングまで引っ張っていき、ソファーに座らせる。そして濡れた髪をタオルで拭いてあげるも、相変わらず体は震えて何かに怯えているようだった。大丈夫だから。隣に座って頭を優しく撫でる。それは夢見ちゃんが落ち着くまで続けていった。しばらくすると震えが収まった。どうやら少し落ち着いたらしい。暗闇苦手なのか。俺との問いに夢見ちゃんは唇をギュッと結ぶ。それは悔しさか悲しさか、それとも恐怖か、様々な感情が織り交ざった表情だ。昔、体育倉庫に閉じ込められて朝まで出られなかった。それから暗闇が嫌いになった。そっか。こんな話はいいから、何か楽しい話をしてよ。いきなり言われてもな。変な学園に通ってるんでしょ。ならその学園での話を聞かせてよ。変な学園って、まあいいよ。それから様々なクリエイターを志望する人たちが集まった学園に通っていること、俺自身はスランプを、患っていて、そのスランプから脱出するために今の学園を選んだこと、初恋相手の幼馴染と出会って初恋を終わらせたこと、そして今は好きだった人と恋人同士になったものの、女心っていうものが分からず大変なこと、そんなことを振り返るように話していく。なん
か人生満喫しててムカつく。せっかく話したのにその感想はないだろう。っていうか、鏡さんに彼女がいるってことがまず信じられない。まあそれはいろいろ理由があったというか裏があったというか。そうだよね、鏡さんみたいなキモオタに可愛い彼女が理由もなしにいるわけないもんね。おいこら、言っていいことと悪いことがあってだな。人生の先輩として説教をしてやろうかと思った瞬間、部屋の電気が復旧した。どうやら復旧らしいな。みたいだね。よかった。って、なんでくっついてるのさ。顔を真っ赤にして慌てて離れるゆめみちゃん。それは君がくっついていたからだよ、という視線を送っておく。明るくなったんだからすぐ離れればいいのに。なんだ。でも、ありがとう。あ、また何かあったら頼ってくれよ。もうないから。じゃあね。玄関から土蔵へ帰ろうとした背中に声をかける。明後日までちなみさんがいないからご飯の用意は俺がするから。どうせだったら一緒に食べないか。一応これでも料理はある程度はできるんだ。うん、考えておく。気が向いたらと言いたげな表情を浮かべながら、ゆめみちゃんは今度こそ土蔵へ、と帰っていたのだった。いやー、なんかまあゆめね、いろいろごめんなさいね、わざわざ呼び出して。辛い過去がありそうですけれども。別にいいけど、何かあったの？あったと言えばいいのか、気づいたと言うべきか。何？自分の気持ちにと言えば伝わるかしら。そう言って月見坂さんは俺に近づいてくる。それこそ唇を突き出せばすぐにキスできそうな距離まで迫っている。月見坂さん、本当の私は嫌い？嫌いっていうか、まだ戸惑っているだけで。そう、それならこれから好きになってもらわないといけないわね。ちょっと可愛いですよね。そう怪しく、微笑んで月見坂さんは自らの唇をそっと俺の唇へと。起きろ。何か柔らかいものに殴られた感覚によって叩き起こされた。周囲を見渡すと自分の部屋で、時間帯はまだ朝といったところだった。ああ、なんだ、夢か。夢か、じゃなくてさ。なんで夢見ちゃんが？昨日自分で言ったこと、もう忘れたの？何かあったら頼ってくれってこと？違う、その次。ちなみさんがいないからご飯の用意は俺がするって。ああ、そういえば。そういうこと。ご飯作って。わかったよ、ちょっと待っててくれよな。それからリビングへと降りて朝食の準備をしていく。準備といっても簡単な料理だ。スクランブルエッグにウインナー、白いご飯に味噌汁という質素なメニューである。雑賀学園に入学することが決まり、ちなみちゃんばかりに世話をかけさせないようにということで母親に料理を叩き込まれた。その結果、簡単なものなら作れるようになっていたというわけである。よし、こんなものだろう。お皿に盛り付けてテーブルでスマホをいじっていたゆめみちゃんの前に置く。意外と作れるじゃん。ちなみさんほどは無理だけどな。そこまでは期待してないから。おい、ツッコミを入れてから対面の椅子へと座る。いただきます。いただきます。そう告げてから朝食へと移り、早速味噌汁を口に含む。うめ、出汁も効いてなかなかの味だな。他人の家の味みたい。そりゃ俺の家の味付けだからな。あとは全体的に味がお姉ちゃんと比べて微妙。そりゃちなみさんと比べたらな。まあでも食べられなくはない。そう言ってパクパクと俺の作った朝食を口に運んでいた。どうやら一応は合格だったみたいだ。そういえば普段は朝食をちなみさんに運んでもらってたみたいだけど、今日はどうしてこっちで食事を？そんな気分だっただけ。あ、もしかして昨日の停電でまだ怖いんだ、一人でいるのか。
違うもん、本当に気分の問題だし。顔を真っ赤にして反応するもどうやら図星らしい。なんだ、可愛らしい部分もあるじゃねえか。何ニヤニヤしてるのさ。いや、そういう気分もあるよなって。わかればよろしい。その後は今期のアニメの話をしながら朝食の時間が過ぎていく。そういえばゆめみちゃんって学校は退学済みなの？うん、一応席だけは置いてあるよ。夏休みの課題も出てるし。そういうもんなんだ。確かに形だけでも卒業しておけば進学できるようになるもんな。そういうこと。とはいえ進学するかどうかは分かんないけどさ。イラストレーターとしての仕事もあるし、同人活動も忙しいし、ソシャゲやアニメを追うのも大変だし。最後のは学業関係ないだろ。寂しくはない、一人で黙々とやっているのって。別に、ネットで仲のいい友達もいるし。その子は私と同じイラストレーターなんだ。私と違ってすごい社交的なんだけど、なぜか馬が合うんだよね。会ったことはあるの？ないよ、私引きこもりだし。仲がいいなら一度顔を合わせてもいいんじゃないか？それはちょっと怖いかな。現実で会うってなるといろいろと失望させちゃうと思うし。そんなことないって。その子と接している時と普段の自分がまるっきり違うっていうなら別だけどさ。どこぞの人気声優しかり、まあ、あれは全く逆ですからね。機会があったらね。その子も受験と仕事と同心で忙しいらしいし。受験生なんだ。あ、てことはゆめみちゃんと同い年らしいよ。それもあって仲が良くなったかな。ゆめみちゃんと同い年ということは俺の一つ年下ということになる。とある後輩の顔が思い浮かんだ。あいつも受験勉強が大変って言ってたな。今度ライムデイに、ねぎらいですかね、のメッセージでも送ってやるとすよ。いや絶対そいつじゃないですか、もうこんなん。それでエンラブの方はどうなの？はい、ということで、エンラブの方はどうなのということなんですが、今回は以上にさせていただきたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様。またどこかで。